皆さんこんにちは出願者25万人には訳がある宅検の魅力というお題でですね2019年度向け宅検試験のガイダンスを始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれではですねちょっと時期的なところもありまして最初にですね2018年の宅検試験実を言うと1週間前に終わったんですねで、1週間経っ で多少ですねデータが揃ってきておりますので、まあ、関心持てる特にね今年受けてギリギリのラインかなと思っている方、うん、状況はそれほど変わらなくてそれほどというかあの試験当日発表したものとほとんど変わりなくて、まあ、例年に比べると若干点数は取れている僕自身は内容難しいとは思ったんですがね、えーまあ、結果的に皆さん点数は取れているということで、まあ、いやいや、えー、昨年おととしに比べる とまあ、1点程度上がるんじじゃなないいかなっててう感じでは見ておりますただ、まあ、これに関しては最終的にね12月の発表を、まあ、聞かないとわからないところがありません、えー、ですのであまりねもやもやヤやきもきしても仕方がありませんのでねもう静かに待っていきましょうね、はいえー、で、まあ、今回のこのガイダンスなんですが、まあ、初めて受験される方それから、まあ、今年ちゃんと受けたんだけれども 今一歩まあだからこそ今一度ね、えー、このあ、まあ、映像を見てらっしゃるんだと思うんですがね、えー、それと、まあ、今年受けようと思ってたんだけれども結局願書を出し忘れたいやちょっと出さなかったという理由の方も踏まえてね、まあ、2019年うん。 のまあタケの試験に向けてね、えー、まずは、えー、とまあ魅力などなどからね探っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますこちらレジュメご用意くださいませですねはいに、えー、先ほどのお題通り出願者25万人にはわけがある宅ケの魅力ということでバーコードの番号がですね一番下ですね、えー、TU の19001ですねあのー、レックの括弧でご覧になっている方は、えー、と係の方にね。えー と言っていただいて出していいいたただだ出しければそして、まあ、あのご自宅でなんかでもこれあのデータでね打ち出せますので,あでもし打ち出せない方もですねあのこのような形で大きくね示していきますので、まあ、ご覧になりながらお話聞いていただければと思いますのでよろしくお願いします。 はいそうなんですね、えー、今回まあ初めて受験されるということ方も踏まえてのガイダンスですのでまずは、このね、宅研の魅力、ここを探っていこうということなんですがズバリですねこの数字出したということはなんですが。 まあどん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 まあ受験者申し込み者が上がってるというところなんですね、えー、このまあレジュメガイダンスの1ページ目の冒頭なんですが試験概要のところにですね過去5年のです、ね、申し込み者、受験者それから合格者でちなみに一番下の欄は1週間前の試験なのでね、えー、受験者自体は私、ね、団体が、ね、発表してたんですが合格者まだもちろん分かりませんしね、合格率や合格点も分かりませんが申し込み者と受験者はあります。で、まあ、今年年の試験にに関しても、昨年に比べ えると結構ですね。えー、まあ1万とまではいきませんけれどもね、7,8,000増えているんですかね。で、えー、このこの5年見ますとですね、冒頭の申込者だけで見てもですね、まあ約23万、24万、24万、25万とで今年が26万とね。から受験者ももちろんそれに合わせて増えております。あのー、まあ法律系のまあ資格試験の中でですね、まあここまで順調にまあ申込者や受験者が増えているっていうのはおそらく他県ぐらいかな。 っていう気はしておりますまあいろんな事情がありね、えーまあ、あの受験者自体が結構少なくなっているのに比べるとこの宅建の試験はいろいろ要因はあるものの、まあ、一番大きいところはやはり移植10の10をね、えー、まあ要とする資格ですのでこれもを廃れないということとそれからまあ最近のまあ景気の動向を見ると土地建物ね、えー、まあ 公共とは言いませんがねある程度まあ動いておりますのでねその辺からもありますけれどもやはり昔からまあ試験の登竜門、ね、法律系の登竜門ということもありますしいろんな要因で増えてるというところですね。えー、ですので、まあ、皆さんこのガイダンス見てらっしゃる方もまあ 来年ね、えー、どうかなっていう感じで見ていると思うんですが、まあ、どんどん増えているということではあります。でこれが一つ来年の試験合格のヒントにもなりますので少しねこの<ス>試験の達研試験の 人気の秘密をちょっと探ってみようというところですね。まあ、そこからいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はいえー、とこの1ページ目のです、ね、下の方の欄に、まあ、人気の理由としてね、まあ、これだけではないものの主だって5つほど1番から5番までで挙げておきました。で,す、ねえー、で順を追ってまあ1つ2つ、ね、説明していこうと思いますが。 まあ一番上からいきましょうかね一番目、えー、受験しやすい出題形式です、はい、ちなみに別に大事だというところじゃないんですが、えー、分かるようにちょっとチェックだけチェックします四四択14で五十問ですこの形式はずっと変わっておりません、ね。もう三十、四十年ぐらいになるのかな、えー、今年ももちろんですねで合格ラインとしてはおおよですが、まあ、あの冒頭に言ったように今年は若 1>, 感というかね1点ぐらい高くなって36点になるかなっていう感じなんですがここ数年の流れ行って32313535まあ言ってしまえば50問のうち7割取れてしまえば合格ですね。でやっぱり人間感覚ですね4択で7割かうん。 ちょっと頑張れば受かるんじゃないかなっていうその感覚ですね、このまあ、受験しやすいということはまあ臨機の一つにはなっております。ちなみに、えー、期日とか口述といったね、えー、そういう試験は、えー、まあ、ありませんので、単純な知識をちゃんと埋めていけばまあ、合格できるというところ、まあ、大きな魅力ではありますね。はい、もう一つですが、えー、丸の2番目。 誰ででも受験できます、えー、これは年齢問わずそれから性別もちろんですねそれから国籍問わずねあのもちろん日本に住所を有するということが前提なんですが、えー、外国の方も受験できます。最近多いで今回まあちょっと年齢取り上げたんですが過去には最年長で90歳。 えそれから逆に最年少で12歳、まあ、年齢にねやはや受験資格やそれからもちろん学歴もありませんのでね、えー、受験できます90歳で受験されてんでちなみに受験というよりもこの方ちゃんと合格しておりますのでね尊敬の年しかないんですねで一方12歳の方もですまあまあ若干あの趣味の域の流れのような気がしてね本来のまあこれは卓はもちろん職業資格ですから、えー、と本来の使い方があるんですが、まあ、やや ちょっと趣味に走ってるという気がしないでもないんですが、まあそれを考えてもですね、あの自分のまあリズムの中で生活の中でその家として勉強できるというのは何らかの魅力があるはずでしょうね。本当にもう尊敬の念です。から最年少12歳ですね。えー、他にやることないんかな。 小学生ですからね。と一生思ってねいろんなところで僕行ったんですけどねあの実を言うとこの12世代の方もう数年前ですかね、えー、とレックを利用してくださっててということで、えー、ちょっと青い顔になって悪口はやめたんですね。はいえー、それまでは、まあ、この人が受けて受かるから本当に欲しい人を受からないんじゃないかっていうのを 話を聞いてるとやっぱりね、あのー、いわゆるなんですかね、えー、と演習率を何千回手まで簡単に覚えるというそういう天才の方じゃなくてちゃんと努力してねあの実を言うと前の年にちょっと失敗してそしてちゃんとリベンジ果たしたのが小学生ですから、あのー、その意味でも勉強を続けてできるという小学生でも勉強できるまあ そういう試験でもあるので、まあ、ここも一つ魅力なんでしょうね、あのー、本当に立派な方ですけどねはい、えー、12歳ですあの敬語になってしまいましたが、まあ、いろんな形で、まあ、勉強が進めるということですね、はいまあ、これも一つ魅力の一つだとは思いますそれと何といっても、えー、丸の三番目ですね、えー、家を売買するまたは不動産を投資するときにも役に立つということなんですが、まあ、一例挙げますと まあ土地や建物の一番身近なところで言うとマイホームとなりましょうかねでマイホームを、えー、一生の間で何回も購入する人は本当に稀ですねまあ、あって1回、えー、まあ、2回あるかなっていうところでしょうね、まあ、ゼロの方ももちろんいらっしゃいますでその割に値段がめちゃ高いんですねおそらく普通に着ていく上ではマイホームを買うとなると一生の中で一番高い買い物なんですねそれをする時にですね下手するといろんな失 がありますその失敗しない上でもですねいろんな知識がつくと確かにあのー 不動産の知識をつけるるとといいいうこでで受験されてる方も多いんですね、えー、1点2点どういうふうにつながっていくかというところをね先見,見ときますとですねあのこのレジュメ1ペ,ージにあー1ページ進めていただいて2ページご覧になっていただきたいんですが、あのー、この試験では全50問で各まあ権利関係から宅建業法から点々点と全50問ねこういう分野から出題されるんですが一例なんですがねこれは法令上の制限の中で都市計画法という法律があって。 まあそこからのまあ目線なんですがえ試験ちょっと離れてこういうお題がありますね宅建の学習範囲とししててねね見ておきましょうかね例えばえ皆さんが土地を買おうとしましたえ次の土地どちらを購入しますかって馬鹿げた質問ですがえっと A と B と2つの土地があってですねどちらもですね100平米となっておりますところが値段がですね A の方の土地が3,000万円 B の方の土地が1,000万円ではる、えー、かにこの B の土地の方が安いということなんですが、えー、どちらの土地を購入しますかっていうと安い方に決まってますっていう結論なんですが土地の知識がなければねところが、えー、厄介なことにこの A と の土地と B の土地にはですねそれぞれこういう区域にありますというのがあるんですね、えー、A の土地は市街化区域とあるんですが B の土地は市街化調整区域とあります まあ漢字からも多少推測がつくかもわかりませんがね、えー、まあ日本の土地は自由にね取引それから利用結構制限される中でですねまちづくりの目線でこのこの土地はすいません市街化する土地ですよいや市街化を進めずにある程度調整するという土地ですよっていうので分かれているところがあるんですね。で実を言うと漢字のこの調整じゃなくてほとんど市街化しないような土地に当たるんですこの市街化調整区域というのはね。 結論です、えー、基本的にその土地の上に自分の所有地になったとしても建築物を建築することができないのがこの市街化調整区域というところなんですねあの宅建の勉強をされてなくてもいろんな形でね情報入ってきて今はね、えー、まあ、ご存知の方はいらっしゃるかもしれませんがねこの市街化調整区域、えー、安いからっていうので飛びついて買ったとしてもあの目的がね えー、その土地の上に自分のマイホーム建てようとして購入したんだったらこの完全にアウトですねもう勝った一戦まあ大損ですね、えー。ということにつながっていくのでね卓球、まあえー、の試験まあもちろん合格する上での試験の中でですね結構実生活に役に立っていくというところがあるんですね、まあ、そこからも結構魅力があって試験受けてる人もあります。 まあその他まあ一例二例なんですがね先ほど言ったようにこの宅研試験全50問の中でですね、えー、科目が分かれておりまして権利関係から始まって免除科目ってですねそれぞれやはり実生活に役立つところなんですね。ざっとだけの説明なんですがこの権利関係いわゆるまあ民事法の中で,ですね、まあ、一般の私生活の中の、ねえー規,則えー、まあ規定なんですが一例として例えば 欠陥物件使った時どうしましょう？っていう話ですね、えー、購入した見た感じはわからなかったんだけれども、住んでみたら明らかに欠陥物件でした。っていう時に売り主なんかの請求ができるんですね。まあ、こういうのをルール知っておいたら非常にやりやすいっていうところね、えー、それから。 二つ目、宅建業法なんですがこれは宅建業法者を規制する法律なんですが、まあ、その規制をお客さんの目線で分かっておいたらあこいつ違反してるよな、まあ、こいつとは付き合いたくないとかそれからあまりにひどかったらね唐とか県にちくったらというね、まあ、そういう目線が出てきますのでね、まあ、これも1つ2つ役立ちます。それから先ほどの、えーまあ、土地のことに関して、まあ、建物もそれもあるんですが法令上の制限としてねいろんな世の中には土地の制約があります建築するのに規制がありますそういった規制を見ていきますと ということですね実を言うとこれらは全てあの宅建業者が行う重要事項の説明として、ね、必要なものとなってくるんですかねそれから税や価格なんかもそうですね。えーっと 不動産はですね実を言うと税金のなる木なので、まあ、なるきということは不動産を動かした時には税金がまあ必ずといいほど言っていいほど、ね、かかってくるところなんですが、あのー、いろんなね、えーまあ、税金がか,か,るかけすぎるとやはりその不動産が流通動かなくなってしまいますので国の方としてはさまざまなです、ね、あの軽減措置、まあ、特例措置を設けているんですね安くなるその安くなる特例措置なんかをしっかりしておかないとうん十万うん百万単位で損することもありますので、まあ、これも一つ 実生活に役立つところですね、まあ、そのほかに土地や建物の知識なんかも踏まえてね、まあ、全50問全てというわけじゃありませんが比較、あのー、その中でね 多数の、まあえー、知識が自分が、まあ、あの宅建業をなりわいするわけじゃなくてもですね自分がマイホーム買うときにも役立っていく知識なのでやはりその辺からももう一度1ページ目に戻りますがね、えー、家を売買するとかそれから不動産投資するときにも役に立っているっていうのが一つですね。それれともう一度、えー、4番目ななんんんですが、まあ、これがこやはりだだかんだ言って でも、一番多いんですがね、職業資格ですから、宅建士はね、えー。ですから、就職や転職の武器になります。こちらにも書いてあるようにね。宅建業者はですね、5人に1人以上の割合で、この宅建士を置かなきゃいけなくなりますので。えー、それは、引く手はあまたでしょう、っていうところになります。それから、えー、と、独立開業するときね。これは、宅建業なりは起こす人が持っている必要はありませんけれども。自分で持っていたらね、非常に楽ですので、開業も簡単っていう、まあ、簡単というわけじゃないんですけどね。まあ、つながっていくという。 まあこれが一番大きいんだとは思います。その一例2例というかね中身少し見ていきたいんですが、まあ、その点についてはこちらのレジュメのね3ページになりますが123ページ目ね「さまざまな分野でメリットがあります」という大きな数字の4番目でね触れております。はい簡単にこちらも説明しておきますと先ほども言ったようにこの「宅建けの資格は「 不動産業、まあ、特にこのいわゆる土地を売買するとかそれからえっと、ね、仲介に入って儲けようとするその宅建業者に関してはえ従業者5人に1人以上の割合でこの宅地建物取引士が必要となってきます5人に1人以上ね。 まあ多いような少ないようなっていう感じなんですがもう一つありましてそれがこの重要事項の説明というのをしていかなきゃいけなくてそのこの重要事項の説明というのはこの宅地建物取引士宅建士しかできないんですね世の中でね、えー、ですので求められているに当たり前ですあのー、この重要事項の説明は取引に際してねこういう物件ですよというのを買い主とか借り主に説明していく資格ですこれは法律上などなどの規制なども踏まえてですね宅建士になるための勉強 して受かってないとできないですね。だから宅建士だけしかできないということなんですが、考えましょうね。ある宅建業者が成、えー、り上がりするために取引するのに1個や2個じゃないですからね。<laughs> 商売になりませんから。多数の商売、えー、まあ取引していく中で、まあ1回1回それをつのですね。14個の説明がいるんです。これあのー、特にまあ賃貸って考えますと3月などの繁忙期ね、えー、従業者の5人にそ人で足りるでしょうか。 確かに法律上は5人の1人でいいんですけれどもある時期なんか考えると重要事項の説明をこの宅け師がしていかなきゃいけなくなりますのでとてもとても足りないっていう状況がありますだから、えー、最低人数であってこれは理想じゃないんですねそれから少し怖いところもあるんですがこの5人に1人 っていうのがですねもし変えてきたら、まあ、例えばの話でしょうねあの開業する時は従業者5人だったんですよで、えー、自分だけたけし持ってたんですよところがやっぱりどん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 業務拡大してで従業者増やしますよね6人になりますよねアウトなんですよというのは5人に1人咲いているということは6人になりますと1.2っていう人の人数はできませんので2人以上となりますそうすると1人雇わななきゃいけないけですね、えー、これいつまでに正規っていう規定があるかというと実を言うと足りなくなってから2週間以内に揃えなきゃいけないんですよ でこれ、まあ、従業者増えるパターンもありますけれども今まで従事していた,たあの宅建師さんが辞めててててしまっったらって考えてみてくださいそうすると新しく雇用しなきゃいけませんから、まあ、雇用だけではないんですが基本的に雇用をしていかなきゃいけませんけれども2週間以内に新しい人を雇うしかも宅建師の資格を持ったっていうのをできるでしょうかっていう話です。と想像力を巡らせていただければ。それから、えー、といろんなね、えー、まあ あの起業されたりした方、ね、経験がある方なんかそんな簡単に人なんて雇えませんよねほぼ不可能です2週間以内に、ね、資格持ちを雇えなんとなると多くのやっぱり宅建業者さんなんかは「いだという時に備えて5名に1名じゃなくてもし辞めた時に備えてちゃんと他の人も5名、えー、に1名だったら絶対足りなくなりますので5人いたらまあ極論言いますと全員が宅建師であってくれ私がもし、えー、まあ宅建業者として起業するのであって で、従業者を雇うとなると、前提として絶対宅建士持っとけっていうことを要件とします。かねまあ、それぐらいのところなんですね。ですので、まあ最低人数であって理想としては？ あの、今、そうですね。えー、全従業者が宅建士であれぐらいのイメージがあるはずなんですね。あのー、それこそ、まあ、ちょっと言葉悪いんですが、昔は多少ならなとこあったんですが、結構最近は厳格に、それから。宅建業者自身、えー、自体のね、これ意識が高まってますので、まあ、すべての従業者宅建士であれ。みたいな感じで進まっているところがあります。そうすると。先ほど元に戻りますが、えー、就職するに対して、まあ、この就職は新卒で、えー と就職することも踏まえるしそれから転職も踏まえてですね、まあ、いずれにせよこの宅建士の資格が生きてくるのには前の話とは思います。それと 職種考えますとその下にあるように金融機関や建築業ね、まあ、もちろんこの金融機関や建築業だけではなくていろんな場面で必要となることがあるんですね。金金融融屋さん金融だけじゃとい,いうことなんですが、あのー、その中には土地の取引なんかも関連してくることがあります。特にね信託系の金融、えーまあ、会社さんなんかはですね、あのー、やっぱりその人の様の、まあ、財産預かってっていうのがそこに土地や建物結構入ってくるのでどうしても 土地建物の取引をすることがありますそうなってくると やっぱり宅建必必要要ななんんでですすねね法律上も必要となってくるんです、ね、建築業を見てみますと家建てるだけじゃなくてそこにはもう土地がありますからねそれから建てた建物自体を売買する時にはどうしてもこの宅建業ということとなってきてですね宅地建建物取引宅建資が必要となってきます、まあ、多くのね金融機関や建築業、まあ、それだけではなくいろんな場面でねあの何も不動産業だけじゃなくていろんな場面でね出てくることがありますので、まあ、その点も就職につながっていくというところです。でですので最近 最近私ちょっと感じるんですが、あのー、もう私がね、えー、大学行ってるってはるか昔なんですが、今の学生さん見るともうしっかり1年生、2年生の段階でね、えー、ちゃんと宅見取って、そして就職活動の時にはもう卓見書を持ってることを前提にして進めている方も多くいらっしゃいます。まあ、それほどま就職にま、えー、活用できるというところなんでしょうかね。はい。まあろんな目線で魅力は出てくるところがあります。で、まあ最後ちらちら。 ですが、えー、ともう一度1ページへ戻っていただいてこ、えー、この宅建資資格格からね様々な資格へステップアッププアするるとができるあの冒頭にもちらっと言いましたが、まあ、法律系の資格試験の中で比較的ね、あのー、導入口、まあ、入門的なところもありましてこの「宅建師」はですねその後いろんなね法律系の資格あるいは、まあえー、税系の資格へ行く仕方もありますまあそこの、まあ、なんていうんですかね最初のステップになることがありますのでそのステップアップについて関してもねあのー まあこれもあんまり僕はね使い方としては、えー、とよろしくないと思う。あのー 要は会社の中でもですねあのその人がまあ宅建必要ないもののまあ努力しているかなっていうので、まあ、査定なんかで使われることもありますしねそれからまあ就職するに際してもあの宅建業には関係ないところですああそうか宅建師持ってるんだねっていうことで、まあ、そういう目線で見てくれるところもありますので、ねまあ、その意味でもやっぱりステップアップになるというところね非常に大きいとは思います。ざっっととでですすががね5つほど上げててみましたっていうところなんですが まそれは分かってるっていう話ですね。というよりもこの映像を見てくださってるっていうことはその魅力があるうんぬん感んを踏まえて来年ねえ2019年度の試験を考えてらっしゃるはずですので、じゃあ一番のポイントですね。今回最後になって申し訳ないんですが。 どうやって勉強して受かっていけばいいのかっていうところなんですが、えー、先ほど見たようにですね、えー、っと4択で50問ですそれからあの7割ぐらい取れれば合格っていうのはなんとなくね簡単なような気がしますがその横ね触れておりませんでしたが合格率ですおそらくこの試験実施団体は何点取るというよりもこの合格率で切っておりますのでそれがおおよそ、まあ、1点2点のずれはあるもののこれは人数が多いからなんですけれどもおよそ15%。 ちょっと考えておいてください。そうするときついですね15%ですから、えー、っとまあ、倍率というかね。何人に1人受かるかって考えると、まあ、せいで6人か7人に1人ですね、えー、それ考えたらきついですよね。15%です。で。ちなみにあの感覚的に4択ですよね。 えー、奇跡的に運が良くててかったったいうのはままず聞きませんもちろんですねあの30点とか20後半の力持ってて運よくっていうのはあるんですが勉強ほとんどせずに、えー、当たった当たったっていうことでさすがにですね4択とは言いつつ50もありますからね、えー、これが勘だけでここに到達することはもう天文学的な確率低いですからね、えー、それはありません。である程度ねやっぱりしっかり対策も取る中で15%しかありませんので、えー、厳しいといえば厳しいんですよ。で 実際に10年かかっても受かってない方いらっしゃいます。うん。その代わりに1、2ヶ月の勉強で受かっている方もいらっしゃいますがね。あのいずれにせよ厳しい試験ではあります。えー、で。 勉強せずに受かることはこれ絶対ありえないのでねその辺からもしんどいところなんですねそこでまあ、受かるためにはどういう学習していけばいいかっていうところなんですがまあ、今回最後にこの本題のありますがね4ページの方へ進めていただければと思いますはい、宅検試,、えー、試験の学習方法としてまあ、長々と文書いてありますが簡潔にいきましょうかねポイントはここですねあのー、まあ、冒頭に300時間の、えー、学習がいりますか いりますって書いてあります。こ粉もん小ネタがあってバラバラです。五百時間しようが一千時間しようが受からない人もいる。じゃあ、ええー、五十時間百時間で受かる人がいます。ポイントはいかに。 この試験にどういうところが出題されてどういうところを勉強していくかっていうところなんですね。いうところなんですね。えー、っとこの文の中では3行目でしょうかね。合格するためにはどこが出題されているのかを分析して、まあ、情報整理をしなきゃいけないっていうことなんですね。これまあ簡単にいきますとあの武市の試験です先ほどの2ページ目かな。えー と試験科目としてありますね。でここ、まあ、ざっと簡単にね5つありますって言ったんですが法令名だけで405060ぐらいの法律名が必要でしょう,法律が必要でしょうねその中の民法、えー、ちなみにですね、えー、と民法を学生の自分からですね、えー、有名な学者になってそして8090で亡くなるまで民法しか勉強せずに民法の、えー、学者になってそして。 えー、志半ばでで亡くくななっていく人がほとんどなんどすよだから一生かかってもこんなもん、えー、制覇できないそれだけじゃなくていろんな法律踏まえてやるんですから極論言いますすすと範囲が膨大すぎるんですね、えー、その膨大すぎる範囲の中でこれやみくもに勉強しててもこれらちが開いていますだから情報の整理と,、えー、といや情報の取得ねどの辺が出ているか、まあ、それがズバリ。 過去問なんですね、えー、ただこの試験過去問と言っててね過去に取材されていた問題がそのまま出てくるわけじゃないんですねあの形変えてそれから文言変えて出ていくのでまあしっかりした理解が必要なんですね。だから情報を取得した上でもう一度4ページ戻りますがねはい、えー、したく上でそれをちゃんと整理してどのような形で理解していくかこれをやらなきゃいけないんです。 その分が正しいか誤ってるかっていう判断していかなきゃいけないですね。でこれをやっていかなきゃいけないので、一人ではなかなかしんどいっていうのが確かです。はい、まず情報収集はね、まあ、今の世の中、えー と情報がいくらでも入ってくるところなんで、これはね。それほど大したことないんですが、それをどうまあ情報がいくらあったとしても、その処理ができなきゃ意味がありませんので、この処理が結構しめんどくさいんですね。まあ、この辺はやっぱり私たち予備校に任せていただきたいというところですね。それから、最後のマルかバツかっていうことの判断なんですが。 結構この試験癖があるんですよ、あのー、言ってしまえば15%の合格率にするために落とす試験でもあるのでね、まあ、その辺の癖なども踏まえて、まあ、こういう形で解きましょうということでやっぱりその辺のね、まあ、これもある意味情報なんですが解くための情報、まあ、これもいろいろ提供していく中でなんだかんだ言いつつ時間的なことを考えるとね、えー、予備校こちらを使っていくのが一番早いっていうのが結論となるんですがね。はい ちょこっとだけその辺が書いてあるところだけ見これ同じく四ページですがそこでの後ですね資格試験予備校を利用することが一番の時間の節約となりますあの人によって、ね、いろいろ違うもののそれは自分で勉強しているよりも私福祉どもレックのような、ね、予備校を使っていただいた方がはるかに時間は短くなりますので、まあ、あの言,葉言い方悪いかもしれませんが自分で時間かけてやるかそれからギュッと 重縮した中である程度のお金出演をしてそれを買い取ってそしてやっていくかまあいろと考え方自由ですのでねですけれどもまああの時間節約してこういう予備校を使うというのは一つの手だとは思いますでですねあの予備校をたたいろんなところがありますがレックですね一つ二つだけの特徴ですねあの一つは今 この試験いろんな形で受験されている方で宅県試験だけ集中してる、えー、される方ってあんまり多くないですね。あのほとんどの人がし仕事を抱え,しな,抱えながらそれからご自宅のね家事を抱えながらそれから学生さんもいます、えー、などなどなんですのそれぞれの、ね、生活のスタイルに合わせて通学もありゃそれから、えーまあ、通信もありゃそれから通学は通学でもいろんなね、えー、まあ何ヶ月かけていい習得するかっていうものもありますのであのいろいろご用意してるい というところが一つですねそれとこの試験の中で一番大切なものって何かって聞かれた時は私は必ずこう答えます。継続続ですね続けることいくら最初志があって勉強し始めたところでですね途中でやめてしまったらこれ何の意味にもならないんですやっぱり資格試験ですから合格しなきゃいけないんでね。でちょっとだけ先ほどのレジュメの1ページに戻るんですが。 この過去5年のデータの中でちょっと気づきませんかね申し込み者と受験者っていうところでねあの申し込み者は23万人から26万人にも増えて受験者ね、まあ、それも増えておりますっていうんですけれどもこれ今年ですね26万人申し込んで21万人しか会場に行かなかったっていうことで受験者がね約5人に1人会場に行ってないんですよ。 ちなみにこの他県市の試験は、えー、っとですね、まあ結構不便な件もありますが、東京なんかだとほど自宅からですね、30分もかからないところが受験会場として選べます。で、午後です。遅刻はありません。それから10月ですから、おおよそ日曜日はいいです、えー。こんな受験率ありえないんですね。ということはいいですかね。あの最初に受験申し込んで受けるどっていった中でも2か2、3ヶ月後のですね、受験の段階でもう落ちあの要は。 外れていっててっるるんですよやめてるんでですすよやめだから一番大切なのはその勉強を続けるということなんです,、ねえー、ですからえっとそれこそ今からも来年に向けてやろうそれから正月明けにやろういや来年の4月になってやろういや直前,だけ直前にやろうまあこれはいいんですけれども最後試験日までちゃんとできているかこれが一番大切なので僕は。 あのいろんな意味でこの資格予備校を使う一つというか一番大きな理由は続けれる環境まあその意味でいろんなまあコースやそれからえまあこれは通学まあいやある程度ね通信でもフォローはありますけれどもまあ講師などがねいろいろフォローしていく中でなるべく最後の最後も続けていただきたいということでねえまあお手伝いさせていただきますのでそこをまあ なんかねうまくね利用してくださればと思うんですよねはいあのー、それこそコースいろいろありますそれからいろんな講師います、えー、私もた実際にその卓球のコ、ねえーダーね生で担当しているものもありますのでねあのー、その辺不明なタイトがありましたらホームページから。 まあレックの括弧にねえまあ連絡してくださってそしてもしお近くでしたらね実際にそのレックの括弧行ってねどういう勉強の仕方がありますかどういうコースがありますかどういう先生がいますかっていうところをね声を忌憚なく聞いてくださって結構ですそれから行けない方はねあのレックの,あのコールセンターありますのでそこで結構教えてくれるところもありますのでねいろいろ吟味しながらぜひぜひ私たちねえのまあ力まあ、美力ですがえ皆さんの力添えとなってね 2019年度の合格に向けて向かっていきたいと思いますので、まあ、その辺を踏まえてね頑張っていきましょうですね、はい。それでは最後まで見てくださってね今回のガイダンスですがありがとうございました。